曜日のチャンスです。お次のでお寄せください。今大好きなんで大好きなサムです。背中ですけど、ちょうどいい脂の感じで、コロッケなんですけど、地熱かけシャリをちょっと使ってリゾットみたいにして、今やってますよね。マグロを輪切りに十字に切ったときに、その真ん中の直角の部分ね、これ。サオテン、ちょっと興味あるなって。行きます。仲間がいれば魚も送ってもらえるんで。サワラの揚げ物です。大根おろしのナスを少しと一緒にお召し上がりください。びっくりしちゃうかもしれないですけど、穴子は温かい方が好きなんで。あ、すごい。すごい。はい。すべて知ってらっしゃいますね。うちの店は最初手巻きやらして、太巻きやらして、細巻きやらして、軍艦やらしてみたいな流れでやりまして、今から軍艦巻き、そのさっきの海ですね、軍艦巻きまでやらせてみて、卵が入ってるので、卵が最後、キュッと近いと縮むんですよ。これでこう、コンパクトに卵焼きです。食べれるか、食べかったら、できたら、どうぞ使ってほしいですけど。全然食べれますよ、私は。いけますか。はい、私もです。ゴリゴリ、好きな方なんで。食べれそうですか。いけそうですか。結構薄いところ。こんばんは、お待ちしております。どうぞ、いらっしゃいませ。ブランドのシャンパン。
ビンテージが2015年。ジャパニーはののビンテージが通常でございますが、2015年のパインツのブドウを使ったシャンパンです。いただきます。じゃあ、これですね。いただきます。サルテサルテでは、まず手前のですね、白い器から、こちらがトドのったかぼちゃと、あとは、自家製のコンソメですね、ダブルコンソメを使ったジュレを合わせてます。と隣にはピーカンナッツ、周りに卵白と粉糖を効かせて、焼いた焼き菓子です。上ですね、タルトでございます。下タルトの生地、上に岡田さんの生ハムと、間にフランスシャンパンチョーのウォッシュタイプの、ラングルのチーズです。そのお隣ですね、右手、牛の和牛の生ハム、中に、佐渡の黒いちじくを合わせています。さあ右手には、山梨のシャインマスカットですね。ごゆっくりとお楽しみください。下8桁ぐらいが一緒なんで、残ってたのかな、高値で売れそうな、その番号が募集される、募集される、それをゼロにつながらん、こちらですね、ゴールド。3つ数字が交わる、交配するという意味なんですが、人と交わっているのは、そういった、はい、こちらからお願いします。すごい。白い花小さい白い花、はい、これはやはりこの香草系、ハーブ系の、はい、海水までいかないですけど、多分ディルなのか、ディルだね、はい、まずハーブを勉強しようと。サーモンとかに、あれの香りの確かに、はい、はい、平日の6時はもうきつい、あのサラリーマンにとってそういうものです。お寿司屋さんもそうです。だけど、さらに一桁余分に払えば何時からでもいいですよ。それは言ってくれます。言ってくれるのかな。それはそうです。それその一組だけでいいんですか。でもそれ絶対なんかその一元とかじゃなくて、何回も来てる人じゃないとダメで、初めて行く時とかは結局その6時に合わせていくの。それがその携帯のキャリアに蓄積されてるじゃん。いやいや、すごいひどかった。キャッシュパーカー的にってこと。それ作るの逆にいくつでそれ。50ぐらいでしょ。そう。でもなんかそのサマーサが多分一番でも年上だけど、自分住まなかったからいけないわみたいな、なんかちょっと圧を感じた。そう。はい。ごちそうさまでーす。秋川さん、ありがとうございました。今日も楽しい夜でした。おめでとうございます。ありがとうございます。YouTube 出すの。真ん中ですね、今日本マグロは伊勢マグロを使わせていただきます。大葉ですね、五島列島からクエいただいてます。ガラスの器、カンパチのごま醤油ですね。
左手こちらですね、カワツオの熟成を藁でいぶしてあります。よかったらからし醤油で召し上がってみてください。で炙り物さっきですね、炭で炙ったのがサワラ、岩塩とすだちのカワツってかけてますので、そのままでも十分美味しいかと思います。こちらですね、お長鯛、浜鯛とも呼ばれる鯛ですね、見た目金目みたいな、皮目は白くってありますので、お好みですだちを絞ってお召し上がります。岩のり醤油ですね、手作りしてます。どれでも合いますので、よかったら使ってみてください。おいー、お待たせ。銀だら、生かあの、生け締めした銀だらの最強焼きになります。お待たせいたしました、サンマの土鍋ご飯です。失礼します。はい、お待たせいたしました。うっす、ごちそうさまでした。オープン、おめでとうございます。ありがとうございます。最下位のジャンペです。よろしくお願いします。うん。